マカンリ島は、千島列島の中部にある島である。島の名前の由来は、アイヌ語からであるが、資料によって名称が多少異なっている。商法オクニエズでは、フカンル、原毒オクニエズでは、マカンルル、エゾコウサカイヨチゼンズでは、マカンルラシ、北海道編済年表では、マカルの島、千島、カラフト交換条約では、マカンルシとなっている。これらは、アイヌ語で、 オンネジメコ担当の後ろにあって、潮の中に立つ島の意図する説がある。ロシア名は、マカンルシ島、英語表記はマカンルシ、シシマレ島中部の北端、オンネジメコ担当の北西方、ヤマト水道を挟んだ、約2 6トルに位置する。南北の長さ約1 0トル幅が約7キロメートル余り、中央部には山鉱山がそびえる。地形は元素で海岸は、 県外となっていて、闘病地には恵まれない。停泊の必要がある場合は、島の南部に位置して12から33メートルの深さを持つ東湾か西側に位置する西の浦湾の沖合約1.4キロメートルに、ある深さ36メートルの地点で闘病する。島の西側や南側から岸辺への接近は、水面下に岩礁が続く浅瀬になっているため、危険である。 上陸は極めて困難だが、一部の地点で可能である。淡水は、比較的に豊富で東湾に注ぐ川のほか、いくつかの消火栓が見られる。マカン流島の西方、約2 0トルにアボスと呼ばれる三角形の裸岩がある。遠くから眺めるとまるで船が浮かんでいるように見える、ことから一名を、ホカケイ岩ということがあり、アシカや海鳥の繁殖地となっている。 日本の行政区分においては、捨てご子,子担当や、ネジメ子担当などとともに、北海道根室市長管内の占い守る軍に属していた。日本政府は、国際法的には、貴族未定地と主張しているが、現在は、ロシア連邦が実行支配している。詳細は、千島列島領土問題を参照 ABC、インターナショナル黒ロライランドプロジェクト。 ユニバーシティ・オブ・ワシントン・フィッシュ・コレクション・オアザリスペクティブ・オーサーズ2009年7月27日閲覧ありがとうございます